日本酒はさ、はい、一口に飲むじゃない、うん、味が薄いんよ。そうなんですか。あれはもう先祖の方たちが、うん、絶対みんな飲んでる。だよ、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だよ、はい、もう秋に差し掛かってるんですけど。竹城？いや違います、そっちのタイプじゃなくて、うん、あのシーズン的な意味で。あ、シーズン的な秋ね。はいはい、はい、うん、秋ね。なんで秋と聞いて竹城だと思うんですか。いや秋といえば竹城じゃないですか。あ、そうなんですね、うん、女優ですもんね。そうですね。そうなんですよ。そんな有名女優でしたっけ。そんな言うほど有名女優。いや有名ですよ。あ、そうなんですね。秋先生はすごいですよ。先生って呼んでるんだ。秋先生はすごい。あ、そうなんです。素晴らしい名作にたくさん出てらっしゃいます。そんな敬意を払ってるんですよ。そんなことはどうでもいいんです、ジャニーさん。あ、そうですね、そうです、はいはい、もうだいぶシーズン的にはオータムになってきたんですけども。そうですね、オータムですね、はい、オータムになってきたんですけども。そうですね、うん、だいぶ暑いですね。いやー、はい、本当に今年は異常気象ですね、はい、9月の末にもかかわらず、はい、今日は昼間35度ですよ。いや、もうやばいですね。本当に湿度が高くて。いやー、びっくりしますね。はいはいはい、はい、だから結局秋がなくなってすぐに冬になるってことですよ、はい、あ、そうなんですね、うん、このままだったら10月も相当暑いんじゃないかなって思っちゃいますね。本当だね、はい、うん、まただよ、うん、今のまでなんで終わりだと踏んだんですか、うん。いや、もういいかなって。あ、そうなんですね、うん、こんな話ありますだよ、はい、秋ですねみたいな、はい、このままだと10月も暑いんじゃないですかね、うん、じゃあまたみたいな。どんな動画っすか。どんな、僕たちももう長いっすよ、こんな動画撮り続けて。そうですね、はいはい、うん、そうですそうです。いや、これで1本終わったらラッキーだなと思って。あ、そうですよね、うん、サボろうサボろうとするのやめてください。はい、はい、もうでも言うなってなればもう5年と半年かな、はい、そうですね、はい、うん、経ちまして、はい、ちょうど5年前ぐらいの9月の頭にですね、はい、大王のチャンネルが急に1万登録とか2万登録。いやいや、9月の3日です。3日ですか、はい、誕生日の前日にね、ドラえもんの誕生日にそれはやってきたね。それはやってきたんですね、うん、急に急にやってきた。はいはい、はい、うん、なぜか、うん、急に大王のチャンネルが 見られ出す。突然やってきた。突然来ましたね。だって突然来るのはラブストーリーだけって決まってんのにね。いや、そうなんすか、うん、ラブストーリーは突然来るんですか。突然来るよ。あ、そうなんすね。そうだよ。それみんな知ってるもんなんですか。知ってるよ、ラブストーリーは突然来るって、うん、感知。韓流ドラマかなんかですかね、感知。ちゃんち。真面目にやりましょうよ。すいません、真面目にやりましょう。あ、そうなんですね、うん、あ、ちょ、大王、はい、今回聞いていきたいのが、はい、トイレ、あ、トイレじゃない、全然趣旨が違ってんじゃないですか。お墓、トイレ、さっき喋りました、ね、さっき喋りました。精一杯、精一杯喋りました。前の話でした、うん、すいません、お墓について。お墓、はい、いや、お墓ね、事件ありましたね、今年ね、はいはい、あ、僕の長年の夢が叶いましたよ。ただいまに公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。急ですよ。大王、僕たちいろんなとこに行くんですよ。行きます。9月25、能形、能形、再生生カドリさん、私ジャニーさん、行きます。そして9月27、10月14が、まさみと出版記念公演で、9月27日が大阪、大阪、そして10月14が名古屋、名古屋、そして10月21日東京ドーム。ありがとうございます。お墓でしたいことが叶ったんですか。いやいやいや、お墓が分からなかったんだよね、はい、あ、そうなんですね。うちのおじいちゃんとおばあちゃんのお墓っていうのはあるんだけども、うん、結局桜庭家のご先祖の様が、墓が分からない、うん、あ、そう。おじいちゃんとおばあちゃんはいるんだけど、おばあちゃんとおじいちゃんしかそこのお墓に入ってなくて、はい、結局おじいちゃんとおばあちゃんのひいおじいちゃんとひいおばあちゃんのお墓がどこにあるのか分かんない。はい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 、だからお母さんに何年も前から、はい、桜庭家のご先祖様のお墓はどこにあるんだってことを、うん、もう何十回と聞いてきたんですよ、はい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 、だけど知らない、お母さんも行ったことがないから分からない。お母さんも行ったことない、お母さん行ったことない、はいはいはい、いや、だから兄弟いっぱいいるから、はいはいはい、頼むから兄弟の人に電話をして、うん、どこにあるのか調べてくれって言って、うん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 、お母さん調べた、はい、調べてくれた、うん、だけども兄弟誰も知らない。え、本当にだからその兄弟的に言うとおじいちゃんおばあちゃん知らない。そうそうそう、おじいちゃんおばあちゃんのお墓知らないの。あ、そうなの。おかしいじゃん。おかしいっす、おかしいっす。で、じゃあちょっと親戚一同に聞いてくれよって言って、はいはい、親戚一同に聞いてみたら、うんうん、親戚一同も誰も知らない。
そんな家庭ある？ないっすね。すごいっすね。だから誰も知らないし、むしろなんか秘されてるとしか思えない。そう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 、隠されてる。もう誰も知らないし、はい、知られてはいけない。え、デビルマンが誰なのか。ちょっと待ってください、おじいちゃんデビルマンだったんだいや、それでお母さんに、それはお墓にはいられないんですよ、うん、だからお母さんに何とかしてくれと、はい、言ってしつこく言ってたら、まあ、お母さんも嫌になっちゃったんだろうな、はいはい、でうちのお母さんはもうスーパー天然ですから、はい、お母さんの口から出てきた言葉が、あのねって、桜庭家はおじいちゃんいないのってちょっと待ってくれと、ちょっと待ってくれ、おじいちゃんがいない、おじいちゃんがいないってことは、はい、ひいおじいちゃんがいないってことは、はい、桜庭家はおじいさんの代から突然に生まれてきたのか、はい、うん、そうです、自然発生、自然発生したのか、自然発生です、うん、真顔で言われたよね、はい、そうよってめんどくさくてそう、めんどくさくてあんまりしつこく聞くから、だからそれで本当に何年もお墓参り行きたかったにもかかわらず、ずっと行けないまま、はい、だけど僕はひいおじいちゃんの写真を持ってるから、はい、勝太郎さんっていう、いる、完全にいる、勝太郎さんという方がいて、はい、完全にいる、僕はもう、はい、おばあちゃんから写真をもらってたんですよ。あ、そうなんですか。勝太郎、これがおじいちゃんよって言って、すごい真面目な警察官で、もう表彰とかされてるぐらい、うん、素晴らしいおじいちゃんで、うん、背がスラッと高くて、はまき吸ってて、なんだろうな、モンペ、モンペ、なんていうのかな、あれ、うん、浴衣、着物、着物着てて、すごい凛々しい姿で、はまきを吸われている写真があるんですよ。はい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 、かっこいいですね。だからその年代にしてはすごいじゃないですか。うん、だから本当に勝太郎さんに会いたくて、はい、どうしたらいいのかなって思ってて、でももう誰もね、親族一同誰も知らないから調べようがないじゃない。はいはい、だからもう諦めてたんだけど、はい、そうしたらね、うちの妹がね、はい、誰かにせっつかれたんだな。はい、桜庭家のお墓参り行ってないだろうって。あ、そうなんですね。うん、あやさんが、そう、あ、そうなん、桜庭家のお墓参り行ってないから、はい、運気が悪いんだみたいなこと言われてそんなこと言われてますか。そう言われて、はい、妹も、はい、あ、このままではまずいと。え、あやさんってそんな運気とか気にしてましたっけ。いや、わからないけども、急に気になったんですか。急に気になって、それで、はい、青森中のお墓に電話するんだよ。すごい行動力じゃないですか。だから勝太郎さんのお墓はございませんかみたいなのを、はい、延々と、はい、指に豆ができるから。本当に、うん、ダイヤル式ダイヤル式なんすか。スマホじゃなくてダイヤル式なんすか。恋のダイヤル回したよ。わかんないっす、恋のダイヤル、うん、恋ではないと思いますよ。ひいおじいちゃんのお墓なんで恋ではないと思います。そして、はいはい、何十件も電話して妹が見つけてきたんよ。はいはいはい、すごいっすね。お兄ちゃん、勝太郎さんのお墓見つかったって言って、私今から行ってくるって言って、なんで、すごい、青森まで行ったんですよ。はいはいはい、青森のタッピ岬ですよ。タッピ岬、もうそれで行ってきた。妹も写真撮ってきてくれて、うん、お兄ちゃんここだみたいな感じで、うんうん、その時ちょうど、うん、ちょうどですよ、はいはい、青森公演あったじゃないですか。はい、はい、ありましたありました、うん、何日後かに青森公演ですよ。はい、7月22日でした、青森公演。 そこで、はい、行かせてもらいましたよ。あ、そうなんですね。その時に、はい、やっぱり僕はいつも、うん、お墓参り行く時は、うん、パーティーするんですよ。分かんないです。お墓でパーティーするんです。あ、お墓でパーティー、お墓でパーティーするんです。それ嬉しいですね。だから本当にありとあらゆるものを買っていくんだけど、はい、僕は、ね、自分のね、おじいちゃんとか、うん、お父さんの好きなものは知ってるから、うん、買っていくんです、うんうんうん、でうちの親父なんかは、うん、餃子好きだったんですよ。はいはいはい、餃子とナポリタンが好きだったんですよ、うん。いや、すごい組み合わせですね、うん、餃子とナポリタンですか。そう、だから必ず餃子買ってナポリタン買って必ず行くわけですよ。はいはい、でその他やっぱ甘いものとか、それぞれもの、はい、パーティーですよ。はいはい、だけど勝太郎さんの好きなもの誰も知らないから。分かんないです、分かんないです。誰も知らないでしょ。だって秘されてる、いないって言われてる。そう、はい、だからその近くのスーパー行った時に、はい、カゴ持って聞くわけ、勝太郎さんに、うん、勝太郎さん何食べたいんですかと、うんうんうん、食べたいものあったら僕の眼球動かしてくださいって言って、うんうんうん、普通にこうなんかスーパーだから歩いてるじゃない、うん、そうするとね、目に止まるんよ。うん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 、いろんなものが。何が止まったんですか。寿司。寿司、うん、はい、寿司、寿司、そして大福。大福、甘いもの、甘いもの、うん、はい、あと唐揚げ。唐揚げ、うん、だからそういったものが目に止まるから、はい、目に止まったものは好きなんだなと思ってこう買っていくわけ、はい、片っ端で、片っ端からいろんなの買っていって、はいはい、会計したの、はい、会計してたら、はい、びっくりすることに、はい、僕タバコ吸わない、はい、タバコ吸わないけど、はい、会計してる時に口の中タバコの味がしてくるわけ。
で、うん、ふわ勝太郎さん確かに葉巻吸ってたからタバコ吸いてんだと思って、うんうんうん、普段タバコ吸わないから口の中がタバコの味になること絶対ないの。そうですそうですね。だけどタバコの味になったから、はい、わっ勝太郎さんマジタバコ吸いてんだと思って、はい、すみませんあのタバコってどっかありますかって言ったら、あちょうどそこにございますってレジのその横のところにタバココーナーがちゃんとあるの、はい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 、で普段タバコ吸わないから知らないさ銘柄何があるか銘柄わかんないわかんないじゃん、はい、ほんであのおじいちゃん勝太郎さん一体何が吸いたいんですかねって言ったら、はい、目が動かされるんだよね、はい、何かって言うと若葉ありそうありそうそうなんですね。若葉っていうのは、はい、おじいちゃんが一番好きだったタバコなんや。え実際におじいちゃんが好きだった。おじいちゃんが好きだった。勝太郎さんは分かんないけど、はい、眼球動かされてそこに目がいったってことは完全に若葉でしょ。そうっすね、うん、でそれを買って、はい、お墓参り行って、うん、パーティーですよ。あそうなんですね。もうパーティーですね。レッツパーティー。レッツパーティーですね、はい、でそこでこれ本当にこれはねやらなきゃいけない儀式っていうのは一つあるんだけど、はい、日本酒持っていくじゃない、はいはい、日本酒は蓋開けて置いとくじゃない、うん、まあそれぞれお寿司とかさ、うん、まあその唐揚げとかおにぎりとかいろんなのあるから、まあ、どうぞ食べてくださいと、うんうん、でヨーグルトも買ったわ、うん、はいヨーグルト でいろんなの買って開けといて、はい、でみんな蓋開けてさ箸置いてさ、うん、もうどうぞ食べて好きなだけ食べてくださいっていう間僕はもう掃除して、うん、でまあパンパンと手合わせて、うん、ひとしきりまあ30分40分ぐらいで仕上げていくんだけども、うん、そのまま置いといたらね、うん、カラスとか来て大変なことになるから、うん、全部ねこう片付けていくじゃない、うんうん、その時にその日本酒、うん、日本酒を必ず家に持って帰んなきゃいけない、うん、あそうなんですか。そう、はい、でこれね、うんうん、本当にこれやってみてほしいんだけど、はい、まあ、ジャニーさんは日本酒飲まないから分かんないかもしれないけど、はいはい、まあ、僕は飲むから分かるんだけど、はい、日本酒はさ、はい、一口に飲むじゃない、うん、味が薄いよ。そうなんですか。あれはもう先祖の方たちが絶対みんな飲んでる、うん、だってひいおじいちゃんだけじゃないですよね。そうそうそう、お墓にいっぱい入ってた。そうですよ、ね、いろんなご先祖の方たちいて、うん、まあ、それを持って帰って、まあ、飲むなり、うん、料理酒に使うなりして、うん、ぜひ使ってみてほしい。あそうなんですか。そうするとどうなるんですか。いやもうそうするとご先祖の方たちと一体になるんだよね。僕はそれで思ったのが、うん、その後ね別になんかお墓参りしたから別にいいことがあるとかじゃないんですよ、うん、そのお墓に初めて挨拶に行けて、うん、初めて僕はその桜庭家のご先祖様とすごい繋がれた気がしたんだよ、うん、本当に、うん、その後別にいいことがあるとかじゃないんだよ、うん、何かしらこう得も知れぬ、うん、安心感というか守られてる感っていうのがあれからすごくあるんだよね、うん、あそうなんですね。これはねちょっと言葉には表現できないんだけど、はい、何かこう見守られてる感っていうのがあるんだよね。多分これ見られてる方でもお墓参り行ってない方いらっしゃると思うんだよね、うん、あとはまた分かんないとか、うん、ぜひこれ一回行ったらつながれる、つながれるかつながれるか僕ね霊感ないか分かんないけどもつながれてるような気がする、うん、でもこれね残念ながらね時間が経つとねこの賞味期限というのは絶対にある、うん、だからこの賞味期限が切れないうちにまた行く。幸いのことに僕らまたね青森ツアーがあるじゃない、うん、あります。だから僕は参りしてまたねそのおじいちゃんのお墓とそのタピ岬のお墓にまたお墓参り行かせていただこうと思ってね、はい、ああそうなんですね、うん、めっちゃいいですね、うん、だから本当そうするとなんかこう守られてる感っていうのが、うん、なんかこう言葉で表現できないけどなんかあるんだよね、安心感というかね。じゃあなんかあれですね、なるべく、ご先祖様見つけ出して、その前でパーティーなんか喜ばれることをする、うん、そうだね、うん、いや本当にねなんか喜んでくれてるような、うん、なんかこうもりもり食べていただいてるような感じはあるんだよね。あとはもう本当そのご先祖様が喜ぶよ本当に、うんうん、本当に喜んでくれるから、うん、多分これ見てる中でもね、はい、お墓参りもう何年も行ってないですとかいう人絶対いるん、うん、そうですね。そういう方はもうぜひね待ってらっしゃいますんでね、うん、まあぜひ行ってみてねパーティーしてみてほしいなと思いますよね。そうですね、うん、でも逆にお墓の前でこれはやめてくれみたいなやつある。いや愚痴泣き事だね。ああそうなんだ。あら聞きたくないね自分の末裔が。そうか。ああもうあれが嫌いこれが嫌いこの、うん、聞いてよおじいちゃんこんなことがあってさあんなことがあってそんなことがあってさ許せないよねみたいな、ね、うわなるほどなるほどそういうことですね。うん、俺はやめてほしいよね、うんうん、やっぱりお墓参りってやっぱご先祖様がいるから、うん、やっぱ自分の決意表明をするとこだと思ってんだよね、うんうんうん、自分はこれからこんなことしていきたいなあんなことしていきたいなそんなことしていきたいなってだからもう本当に自分は絶対それをやり遂げるし成し遂げるから見ててねっていうようなそういうなんか約束事をしてほしいなと思うよね、うんうん、あとは近況報告とかね、まあ、僕なんか初めて行かさせてもらったんでね、うん、まあ、自己紹介から始まってね
えらい長いこと一人でベラベラ喋ってましたけどね。ああそうなんですね、うん、いやそうすればなんか可愛がってもらえてる感が今だいぶあるってことですね。 ありますね。でも本当賞味期限っていうのはあるから、うん、僕ねそんな賞味期限長くないと思うんだよね、うん、これはもうなんか霊界のルールだよねきっとね、うんうん、だから定期的にね行かれるといいんじゃないのかなと思うよね。だからなんかお墓参り行ったからいいことがあるとかそういうのじゃなくて、はいうんうん、やっぱり先祖の方たちに喜んでほしいというね、うんうん、まあその気持ちが一番大切なんじゃないのかなと思うよね。そうですね、うん、ぜひですねお墓に行って天祖様が喜ぶことをしてほしいと思います。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜庭地域ファンクラブ夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の資料がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えんのオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。